死獣から、死獣から、死獣から、パーマイナーは、長高スズメメ死獣からか死獣から属に分類される、蝶類。日本を含む東、アジア、ロシア極東に分布する。禁煙種のが、ユーラシア中部、西部、北アフリカに生息する。アムール川流域では2種が、交雑なしに共存している。日本では4ア種が流鳥として、周年を生息する。全長は、 1 1 4 5トルで、スズメぐらいの大きさである。翼海蝶は、約2 2トル、体重は11から2 0ム。種小妙は、小さなのいだが、四重からかの中では、大型種である。上面は、青みがかった灰色や黒褐色。下面は、淡褐色の羽毛で覆われる。頭頂は、黒い羽毛で覆われ、頬及び後首には、白い斑紋が入るが、 喉から胸部にかけて黒い半紋に分断され胸部の名色部とはかからない。喉から下をずつお化け部の下面にかけて黒い縦線が入る。翼の色彩は海黒色。大雨服の先端に白い半紋が入り、静止時には左右一本ずつの白い筋模様の翼体に見える。くちばしの色彩は黒い。足の色彩は淡かし色。オスは喉から 下尾筒にかけての黒い縦線が、メスと比較してより太い。幼鳥はこの黒い線縦が細く不明瞭であり、またお及び亀に、黄色みがある。ユーラシア中部、西部のは、腹部が黄色いが、四重からの腹部は白い。また、石垣四重からなど日本の南部に生息する亜種では、背の黄色みがなく、喉から胸部にかけての黒い半分は太いなど、 他の亜種に比べて全体に黒っぽい。ごく普通に見られ、市街地の公園や庭などを含む平地から、標高の低い産地の林、湿原などに生息する。通常は渡りを行わないが、寒冷地に分布する個体や食物が少ない時には、渡りを行うこともある。批判食器の周期から陶器には数羽から十数羽、時に数十羽の群れとなり、四十からかの多種も含めた。 小規模な根群も形成する。いろいろな場所に巣を作る巣箱も使う。和名は、地鳴きの、じじじ、が、四重に聞こえることに由来する。さえずりは、かんだかいよく通る声で、姿が双眼鏡を使っても見えないほどの遠くの距離で、泣いていても聞こえてくるくらい声量がある。高い木などに止まり、ツーピツーピ、ーぴーつぴーちピーピ、チ,チ,チ,チュッチューパーチュッチューパー。 パチ,パチ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 パ、ツーピ,ピピなど20種類ほどあり、同じさえずりを数回繰り返す。危険を感じた時などに、鳴き声が変わる。食生は雑食で、果実、種子、昆虫や蜘蛛などを食べる。地表でも、樹上でも採食を行う。軌道や、キツツキ類の開けた穴の内側などに、メスが主に苔を組み合わせ、覆うように獣毛やゼンマイの綿、ケートなどを敷いた。 湾上状の巣を作り、日本では4、7月におよそ70個の卵を年に1から2回分けて産む。卵の大きさは1.55から1.85センチメートル、1.25から1.40センチメートルで、色は白色に小さな赤褐色や灰色の斑点がまばらにつく。メスのみが放卵し、放卵期間は12、14日。ヒナは孵化してから16から19日で巣立つ。 以前は、パーメジャーの亜種とされ、P メジャーの和名が始終からとされていた。2016年現在でもバードリフ・インターナティネルでは、パーメジャーからの分割を認めていない。そのためバードライフ・インターナティネルに準拠した、IUCN でも P メジャーに含まれており、本種のレッドデータも存在しない。以下の分類、分布、日本産亜種は、日本産鳥類目録改定第7版に従うわ。 IOC ワールドバードリストに和名は日本三鳥類目録改定第七版に従う。本種は以前にはと同一種とみなされ、パーメジャーの三十以上のアッシュの一つに分類一、付けられ、とされていた。2005年に発表された分類研究により、パーメジャーは、の独立した三種に分割された。ただし、この新しい分類はまだ一般に普及しているとは、 言えず、鳥類図鑑などでは依然として、パー、メジャーマイナーと表記されていることが多い。石垣や民家などの隙間といった建築物にも映像し、軌道に巣を作るため、巣箱も利用する。伏せた植木鉢などに映像することもある。1997年、平成9年7月22日から2014年、平成26年3月31日まで、 販売された70円普通切手の衣装になった。総合研究大学院大学の研究で、死従からが単語を組み合わせて文にし、仲間へ伝達する能力を持つことが明らかになった。研究では、鳴き声の組み合わせを変えた時の死従からの反応が異なるとされ、チンパンジーなど知能が高い一部の動物で異なる鳴き声をつなげる例は見られたが、語順を正確に理解し、 音声を理解する能力は他に例がなく、言語学上重要な手がかりとなると見られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。